単純計算だね、これあくまで単純計算で、めちゃくちゃ思いっきり頑張ってて、できるも含め無理じゃないですか。まあそうです、うん、でも前県の場合やっぱりあのメディカルチェックで肘の問題があったんで、はい、で手術も見越してですよね。そうですね、うん、だからまあ多分ヘルシーな状態でいけばこういう契約を多分4年間ぐらいで、本額ぐらいで、まあ、まあここまではいかなくても4年の50億ぐらいでってあったわけです、はい、取れたと思いますけど。え、じゃあカズさん、あのメディカルチェックは相当大事なものなんですか？メディカルチェックはですね、すごい細かくやりますよ。あの1日かかりますから。もう肘とかもいろんな角度から MRI 取ったり、まあ、そういうこともですね、スポニチに明日明後日ここでお願いします。お願いしますよ、ちょっとでも。ここでなんでこっち用の番組は半身でやってるんですか？先前がかりでやってください。それはちょっとやばいなっていう時、レントゲン角度変えたりするんですか？いや、でも全部もうこういう全部360度全部撮れる、あのレントゲンなんで。たまに質問が子供すぎますそんなここちょっと現代医療は俺もちょ僕ならもうちょっとやばいなった時はもう微妙にプルプル震えながらレントゲンだからごまかせないぐらいすごいんですよ、正解が。正確ない。じゃあやっぱあのメディカルチェックにその引っかかったからああいう結果になったってことなんですね。そうですね、まあだからでもドジャースは若干日本人の肘には結構寛大というか、まあ僕もメディカルチェックそんな球団が多いな、日本人の肘に寛大。そう、そう日本やっぱでも日本のピッチャー知ってるからこそできるんですけど、うん、日本のピッチャーはこのぐらい肘が汚くても投げれるだろうとか。だから僕とかもメディカルチェックしてちょっと肘が若干、うん、気になるなっていう感じだったけど、でも野茂があんぐらい投げれたんだから大丈夫だろうっていうことで全然大丈夫なんです。え、カズさん、じゃあメジャーの選手の方が肘は綺麗なんですか？綺麗、うるさいですね。だから綺麗かどうか分かんないですけど、その肘とかのなんですかね、このチェックに関してはうるさいから引っかかる人いますよね、やっぱり。イメージで向こうの方がなんか変な肘してそうなイメージありますよね、日本人の方が綺麗な肘してそうですけど。でもやっぱりね、あの子供の頃からずっと投げてるんで、多分日本の方がそのダメージは多いんだと思うんですよね。はい、